日記帳江戸川乱歩ちょうど初七日の夜のことでした。私は死んだ弟の書斎に入って何かと彼の書き残したものなどを取り出しては一人で物思いにふけていました。まださして世もふけていないのに家中は涙に湿ってしんと静まり返っています。 そこへ持ってきて、なんだか審判のお芝居めいていますけれど、遠くの方からは物売りの呼び声などがさも悲しげな調子で響いてくるのです。私は長い間忘れていた幼いしみじみした気持ちになって、ふと、そこにあった弟の日記帳を繰り広げてみました。この日記帳を見るにつけても、 私はおそらく恋も知らないでこの世を去った二十歳の弟を哀れに思わないではいられません。内気者で友達も少なかった弟は自然書斎に引きこもっている時間が多いのでした。細いペンで克明に書かれた日記帳からだけでもそうした彼の性質は十分伺うことができます。そこには人生に対する疑いだとか 信仰に関する反問だとか、彼の年頃には誰でもが経験するところの、いわゆる青春の悩みについて、幼稚ではありますけれど、いかにも真摯な文章が書き綴ってあるのです。私は自分自身の過去の姿を眺めるような心持ちで、一枚一枚とページをはぐっていきました。それらのページには、至るところに、 そこに書かれた文章の奥からあの弟の鳩のような臆病らしい目がじっと私の方を見つめているのです。そうして三月九日のところまで読んでいった時に考えに沈んでいた私が思わず軽い叫び声を発したほども私の目を引いたものがありました。それは純潔なその日記の文章の中に初めてぽっつりと 華やかな女の名前が現れたのです。そして、発信欄と印刷した場所に、北川幸恵、はがき、と書かれた、その幸恵さんは、私もよく知っている、私たちとは遠遠にあたる家の若い美しい娘だったのです。それでは、弟は幸恵さんを恋していたのかもしれない。 私はふとそんな気がしました。そこで私は一種の淡い旋律を覚えながら、なおもその先を紐解いてみましたけれど、私の意気込んだ予期に反して、日記の本文には少しも雪江さんは現れてこないのでした。ただ、その翌日の受信欄に、北川雪江、はがき、とあるのをはじめに、数日の間を置いては、 受信欄と発信欄の双方に、雪江さんの名前が記されているばかりなのです。そして、それも発信の方は三月九日から五月二十一日まで。受信の方も同じ時分に始まって五月十七日まで。両方とも三月に足らぬ短い期間続いているだけで、それ以後には、 弟の病状が進んで筆を取ることもできなくなった10月半ばに至るまで、その彼の絶筆とも言うべき最後のページにすら、一度も雪恵さんの名前は出ていないのでした。数えてみれば、彼の方からは8回、雪恵さんの方からは10回の文通があったに過ぎず、しかも、彼のにも雪恵さんのにもことごとく、 はがきと記してあるのを見ると、それには多分をはばかるような種類の文言が記してあったとも考えられません。そして、また日記帳の全体の調子から察するのに、実際はそれ以上の事実があったのを彼がわざと書かないでおいたものとも思われるのです。私は安心とも失望ともつかぬ感じで日記帳を閉じました。そして、 弟はやっぱり恋を知らずに死んだのかと寂しい気持ちになったことでした。やがて、ふと目を上げて机の上を見た私は、そこに弟の居合の小型の手文庫の置かれているのに気づきました。彼が生前一番大切な品々を収めておいたらしい、その高巻への古風な手文庫の中には、あるいは、 この私の寂しい心持ちを癒してくれる何者かが隠されてい,いはしないか。そんな好奇心から私は何気なくその手文庫を開いてみました。するとその中には、このお話に関係のない様々な書類などが入れられてありましたが、その一番底の方から、あ、はあ、やっぱりそうだったのか。いかにも大事そうに白紙に包んだ。 十一枚の絵はがきが、雪絵さんからの絵はがきが出てきたのです。恋人から送られたものでなくて、彼がこんなに大事そうに手文庫の底へ秘めて謎を置きましょう。私はにわかに胸騒ぎを覚えながら、その十一枚の絵はがきを次から次へと調べていきました。ある感動のために、 はがきを持った私の手は不自然に震えてさえ言いました。だが、どうしたことでしょう。それらのはがきには、どの文面からも、あるいはまた、その文面のどの行間からさえも、恋文らしい感じはいささかも発見することができないのです。それでは、弟は彼の臆病な気質から、心の中を打ち明けることさえ用しないで、 ただ恋しい人から送られた何の意味もないこのスーツの絵はがきを、お守りかなんぞのように大切に保存して、かわいそうに、それをせめてもの心やりにしていたのでしょうか。そして、とうとう報いられぬ思いを抱いたまま、この世を去ってしまったのでしょうか。私は、雪絵さんからの絵はがきを前にして、それからそれへと、 様々な思いにふけるのでした。しかし、これはどういうわけなのでしょう。やがて私はそのことに気づきました。弟の日記には、雪江さんからの受信は十0回切りしか記されていないのに、それはさっき数えてみて覚えていました。今ここには、11通の絵はがきがあるではありませんか。最後のは、 5月25日の日付になっています。確かその日の日記には受信欄に雪江さんの名前はなかったようです。そこで私は再び日記帳を取り上げてその5月25日のところを開いてみないではいられませんでした。すると私は大変な見落としをしていたことに気づきました。いかにも、 その日の受信欄は空白のまま残されていましたけれど、本文の中に次のような文句が書いてあったではありませんか。最後の通信に対して Y より絵はがき来たる。失望。俺はあんまり臆病すぎた。今になってはもう取り返しがつかぬ。ああ。 Y というのは、雪江さんのイニシアルに相違ありません。他に同じ頭字の知り人はないはずです。しかし、この文句は一体何を意味するのでしょう。日記によれば、彼は雪江さんのところへハガキを書いているばかりです。まさか、ハガキに恋文をしたためるはずもありません。では、この日記には記してない、風章を、 それがいわゆる最後の通信かもしれません。送ったことでもあるのでしょうか。そしてそれに対する返事として、この無意味な絵はがきが返ってきたとでも言うのでしょうか。なるほど。以来彼からも雪絵さんからも文通を立っているのを見ると、そうのようにも考えられます。でも、それにしては、この雪絵さんからの最後のはがきの文面は、 たとえ拒絶の意味を含ませたものとしてもあまりに変です。なぜと言って、そこには、もうその自分から弟は病の床についていたのです。病気見舞いの文句が美しい書席で書かれているだけなのですから。そしてまた、こんなに克明に発信受信を記していた弟が、八通のハガキの他に風書を送ったものとすれば、 それを記していないはずはありません。では、この失望うんぬんの文句は一体何を意味するものでしょうか。そんな風にいろいろ考えてみますと、そこにはどうも辻褄の合わぬところが、表面に現れている事実だけでは解釈のできない秘密があるように思われます。これは、 亡き弟が残していった一つの謎として、そっとそのままにしておくべき事柄だったかもしれません。しかし、何の因果か私には少しでも疑わしい事実にぶっつかると、まるで探偵が犯罪の後を調べ回るように、あくまでその真相を突き止めないではいられない立ちがありました。しかも、この場合は、 その謎が本人によっては永久に解かれる機会がないという事情があったばかりでなく、そのことの実費は私自身の身の上にもある大きな関係を持っていたものですから、持ち前の探偵癖が一層の力強さを持って私を捉えたのです。私はもう弟の死を悼むことなど忘れてしまったかのように、その謎を解くのに夢中になりました。 日記も繰り返し読んでみました。その他の弟の書き物なども残らず探し出して調べました。しかし、そこには恋の記録らしいものは何一つ発見することができないのです。考えてみれば、弟は非常なはにかみ屋だった上に、この上もなく用心深いたちでしたから、いくら探したとて、そういうものが残っているはずもないのでした。 でも、私は世の老けるのも忘れて、このどう考えても解けそうにない謎を解くことに没頭していました。長い時間でした。やがて、種々様々な無駄な骨折りの末、ふと私は、弟のハガキを出した日付に不信を抱きました。日記の記録によれば、それは次のような順序なのです。 3月9日12日15日22日4月5日25日5月15日21日この日付は恋する者の心理に反してはいないでしょうかたとえ恋文でなくても 恋する人への文通が後になるほど疎ましくなっているのは、どうやら変ではありますまいか。これを雪江さんからのハガキの日付と対照してみますと、なおさらその変なことが目立ちます。3月、10日、13日、17日、23日。4月、6日、14日、18日。 26日、5月、3日、17日、25日。これを見ると、雪江さんは弟のハガキに対して、それらは皆、何の意味もない文面ではありましたけれど、それぞれ返事を出している他に、4月の14日、18日、5月の3日と、 少なくともこの3回だけは彼女の方から積極的に文通しているのですが、もし弟が彼女を恋していたとすれば、なぜこの3回の文通に対して答えることを怠っていたのでしょう。それは、あの日記帳の文句と考え合わせてあまりに不自然ではないでしょうか。日記によれば、当時弟は旅行をしていたのでもなければ、あるいはまた、 筆も取れぬほどの病気をやっていたわけでもないのです。それからもう一つは、雪江さんの無意味な文面だとはいえ、この頻繁な文通は、相手が若い男であるだけに、おかしく考えれば考えられぬこともありません。それが、双方とも言い合わせたように、5月25日以降は、ふっつりと文通しなくなっているのは、一体どうしたわけなのでしょう そう考えて弟のハガキを出した日付を見ますと、そこに何か意味がありそうに思われます。もしや彼は暗号の恋文を書いたのではないでしょうか。そして、このハガキの日付がその暗号文を形作っているのではありますまいか。これは弟の秘密を好む性質だったことから推して、まんざらあり得ないことではないのです。 そこで私は日付の数字が、いろはか、アイウェオか、ABC か、いずれかの文字の順序を示すものではないかといちいち試みてみました。こうか不幸か、私は暗号解読についていくらか経験があったのです。するとどうでしょう。3月の9日はアルファベットの第9番目のアイ。 同じく十二日は第十二番目の L。そういう風に当てはめていきますと、この八つの数字は、なんと、I love you と解くことができるではありませんか。ああ、なんという子供らしい。同時に世にも辛抱強い恋文だったのでしょう。彼はこの、私はあなたを愛するという、 たった一言を伝えるために、たっぷり三ヶ月の日誌を費やしたのです。本当に嘘のような話です。でも、弟の異様な性癖を熟知していた私には、これが偶然の不号だなどとは、どうにも考えられないのでした。かように推察すれば、一切が明白になります。 失望という意味もわかります。彼が最後の U の字にあたるはがきを出したのに対して、雪江さんは相変わらず無意味な絵はがきを報いたのです。しかも、それはちょうど弟が医者からあの忌まわしい病を宣告せられた自分なのでした。かわいそうな彼は、この二重の痛手にもはや再び恋文を書く気になれなかったのでしょう。 そして、誰にも打ち明けなかった。当の恋人にさえ、打ち明けはしたけれど、その意志の通じなかった切ない思いを抱いて、死んでいったのです。私は、言い知れぬ暗い気持ちに襲われて、じっとそこに座ったまま、立ち上がろうともしませんでした。そして、前にあった雪江さんからの絵はがきを、 弟が手文庫の底深く秘めていたそれらの絵はがきを何のゆえともなくぼんやり見つめていました。すると、おお、これはまあ、何という意外な事実でしょう。ろくでもない好奇心よ、呪われてあれ。私はいっそべてを知らないでいた方がどれほどよかったことか。 この雪絵さんからの絵はがきの表には、綺麗な文字で弟の宛名が書かれた脇に、一つの例外もなく、切手が斜めに貼ってあるではありませんか。わざとでなければできないように、きちんと行儀よく、斜めに貼ってあるではありませんか。それは決して、偶然の粗相なぞではないのです。私はずっと以前、 多分、小学時代だったと思います。ある文学雑誌に、切手の貼り方によって秘密通信をする方法が書いてあったのを、もうその頃から好奇心の強い男だったと見えて、よく覚えていました。中にも、恋を表すには、切手を斜めに貼ればよいというところは、実は、一度応用してみたことがあるほどで、決して忘れません。 この方法は当時の青年男女の人気に投じて随分流行したものです。しかし、そんな古い時代の流行を今の若い女が知っていようはずはありませんが、ちょうど雪江さんと弟との文通が行われた時分に、宇野浩二の二人の青木愛三郎という小説が出て、その中にこの方法が詳しく書いてあったのです。 当時私たちの間に話題になったほどですから、弟も雪恵さんもそれをよく知っていたはずです。では、弟はその方法を知っていながら、雪恵さんが三月も同じことを繰り返して、ついには失望してしまうまでも、彼女の心持ちを悟ることができなかったのはどういうわけなのでしょう。その点は私にもわかりません。あるいは忘れてしまっていたのかもしれません。 それともまた、切手の貼り方などには気づかないほど、のぼせきっていたのかもしれません。いずれにしても、失望などと書いているからは、彼がそれに気づいていなかったことは確かです。それにしても、今の世にかくも古風な恋があるものでしょうか。もし私の推察が謝らぬとすれば、 彼らはお互いに恋し合っていながら、その恋を訴え合ってさえいながら、しかし、双方とも少しも相手の心を知らずに、一人は痛手を負うたままこの世を去り、一人は悲しい失恋の思いを抱いて、長い生涯を暮らさねばならぬとは。それは、あまりにも臆病すぎた恋でした。 雪江さんは裏若い女のことですから、まだ無理のない点もありますけれど、弟の手段に至っては、臆病というよりは、むしろ卑怯に近いものでした。さればといって、私は亡き弟のやり方を少しだって責める気はありません。それどころか、私は彼のこの一種異様な性癖を、世にも愛しく思うのです。 生まれつき非常なはにかみ屋で、臆病者で、それでいてかなり自尊心の強かった彼は、恋する場合にも、まず拒絶された時の恥ずかしさを想像したに相違ありません。それは、弟のような気質の男にとっては、常人には到底考えも及ばぬほどひどい苦痛なのです。彼の兄である私には、それがよくわかります。 彼はこの拒絶の恥を予防するために、どれほど苦心したことでしょう。恋を打ち明けないではいられない。しかし、もし打ち明けて拒まれたら、その恥ずかしさ、気まずさ、それは、相手がこの世に生きながらえている間、いつまでもいつまでも続くのです。何とかして、もし拒まれた場合には、 あれは恋文ではなかったのだと言い抜けるような方法がないものだろうか。彼はそう考えたにそう言いありません。その昔、大宮人はどちらにでも意味の取れるような恋かという巧みな方法によってあからさまな拒絶の苦痛を和らげようとしました。彼の場合はちょうどそれなのです。ただ、彼のは 日頃愛読する探偵小説から思いついた暗号通信によってその目的を果たそうとしたのですが、それが不幸にも彼のあまり深い用心のためにあのような難解なものになってしまったのです。それにしても彼は自分自身の暗号を考え出した綿密さにも似合わないで、相手の暗号を解くのにどうしてこうも鈍感だったのでしょう。 うぬぼれすぎたためにとんだ失敗を演じる例は世にままあることですけれど、これはまた、うぬぼれのなさすぎたための悲劇です。なんという本意ないことでしょう。ああ。私は弟の日記帳を紐解いたばかりに取り返しのつかぬ事実に触れてしまったのです。私はその時の心持ちをどんな言葉で形容しましょう それが、ただ若い二人の気の毒な失敗を痛むばかりであったなら、まだしもよかったのです。しかし、私にはもう一つの、もっと利己的な感情がありました。そして、その感情が私の心を狂うばかりにかき乱したのです。私は熱した頭を冬の夜の凍った風に当てるために、 そこにあった庭下たを突っかけて、ふらふらと庭へ降りました。そして、乱られた心そのままに、小立ちの間をぐるぐると果てしもなく回り歩くのでした。弟の死ぬ二ヶ月ばかり前に取り決められた、私と雪絵さんとの取り返しのつかぬ婚約のことを考えながら。 江戸川乱歩作。日記帳。お相手は村上洋でした。ではまた。